はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、それでは前回の続きからやっていきたいと思います。カスタマイズですね。とりあえずこの必殺技を3段階まで基本的にみんな鍛えてあります。ストライダー飛竜だけ4段階鍛えてあるけど、これでまあボス戦やっぱりね結構削るのに苦労するんで、必殺技ガンガン使って倒していく方向にしましょう。じゃあ次のステージと、でっかい赤ちゃんがいんの。またこいつらか。こいつらねもうテンションについていけないんだよね。状況はどうですか？あまりノロノロしちゃいけません。ミッシース、作業進行中なのね。人形もこんなテンションかよ。サイアがマレット島の作業を終えるまでにはこちらも終わらせて合流しますからね。レッチェなのです。助けてくれ。誰これ。どうかされちまうぜ。おう、赤だな。何か言いましたか？ノノ、言っておりませんので。赤棚って言うんだ、こいつ。誰がいるんだろうが、バーブー。誰の声、こいつ本当に。おう、赤だな。何か言いましたか？ノノ、言っておりませんので。じゃあ、ザッツ、気のせいですね。作業を急ぎまっしゃい。まっしゃい。白夜カスタム、金の鎖が指し示すポイント、サルベージ、スタートナウ。いや、喋ってくれて助かったな。おお、鎖が消えてった。ポイントに間違いはありません。パーツ回収コンプリート。パーツを回収してんの？ネクスト、行っちゃいましょうかね。オフコース、じゃんじゃんバリバリ回収しちゃいましょう。てめえら元気だな、おい。助けろっつってんだろが。おお、来た来た。マレット島と同じキングサリだと。あそこにいるのはやはりオーマか。おう、まさかのシンラー。サヤの時間稼ぎはやっぱり主のためかい。おうノー、サヤは何をしてたですか。こんなところまで来るとは困った人たちです。この魔次元はかつての戦いで消滅したはずだ。貴様こそ何をしている。鎖の上に乗った。逃げやがったな。消滅？ノンノン、つなぎ止められてます。このゴールドチェーンによってね。つなぎ止められている。オーマはその鎖を解いて回っているということか。そんなとこなのね。そこに気づいたのは褒めてあげましょう。本当にそうか。それを解いて奴らは何を得る。それだけどよ、多分違うと思うぜ。What？ なんだこの声は。違うだと。俺は見てたんだからな。その鎖を消している現場をよ。目撃者がいるのか。この声どこからだ。それにしてもどこかで聞いたような声ね。どこにいる。隠れてないで出てこい。生きてんだけどよ。このままじゃ同化されちまうぜ。同化？まさかこの肉に。シース、まさかあなたの仕業なの。むごいことを。おう、心外です。この声気のせいじゃなかったんですね。私が来た時から聞こえてましたよ。アンダースタン。ほんなら助けたりや。ほんとよね。ちょっと声の人どこ。わかんねえんだよ。周りも見えねえしな。完全に包まれちまってっからよ。包まれてるってことは埋まってるわけじゃないってことかな。もしかしてこの盛り上がった肉のキノコみたいな中に。なんでそんなことになってるんだ。ん、周りが完全に見えないのにどうして目撃することができたんです。うるせえんだよ。あと何分も持たね、持たなそうなんだ。それは何より頂上です。余計なこと喋ってもらっては困りますからね。何分も持たない。消化されちまうってことか。まあ同化というくらいじゃからの。どれくらい持ちそうなんじゃ。あと8分くらいだ。それ以上は待てね。なんでさ、あと8分ってさピンポイントなの。それしかないのか。もっと早く言えよ。助けるぞ。助けるか。どこかで聞いたような声だが。目撃したというのは怪しいが貴重な情報ではあるね。それにこれも人助けさ。
では、キノコ的なものから救出ドキュメント行ってみたいと思います。よし、片っ端から壊してみるか。やっぱり狙い目は一番立派なやつかのう。声の響き方からしてそうとは限らぬ。迷っている時間はない。あと8分。大間の動きにも気をつけてくれ。こんな会話してるうちに1分経っちゃうだろう。わお、頼んだぜ、お人しども。障害物を Y で破壊し、謎の声の主を探し出す。了解だ。まあ、破壊でね、一旦使わないっていうのがいいっすよね。ユニット大丈夫なのこれ。全員出てる？この前、バイオハザード組がいなかったからな。まあ、大丈夫そうではあるよな。まあ、いっか。よし、じゃあちょっと破壊できるやつから。チュンリーは機動力があるんで。ほい。そうだよな。すげえ、いっぱい破壊できる。チュンリーはじゃあ奥から行きつつ、宝箱を回収する部隊で行きますか。ダンテは、まあ、そこそこか。ダンテも左から攻めるか。横に3回していく感じでいいや。ほい。で、こいつも破壊して。これとか破壊できるのかな。これは関係ないか、動いてないから。ロックマン。スライダー飛竜。オーラ。あ、届かない。あ、これ違うのか。やるぞ。宝箱も取らないといけないかな。覚悟はいいな。神羅剣山。頑張りましょう。コスモスもしや4歩しか進めないこいつ。あと7分です。同化され、徐々に同化されてるんじゃないの？あ、ちょっと消化されたみたいな。壊すわ。こっち結構いっぱいあんな。大体こういうのってね、結構奥の方なんですよね。こっちもこっち連れてくか。わかったわ。で、少しこっちの方に行きつつ、左上の方に3回しつつ進んでいきますか。下がれ。マイル。あれ、これが破壊できそうなの。おお、なんか出てきた。なんだお前。当たりなの。お腹空いたの。あら、こんなところに他にもいそうね。まったく、魔界の住人が簡単に取り込まれおって。大変ですな、君も。じゃあ横からちょっとつっつくか。さあ、やる。俺の手で切り開く。受けられるか。吹っ飛べ。立ち休み。基本だ。裏に来て。一撃中。パワーあるな。今この時点で9000ってことは1万くらいあったってことか。そうだな、メイン通常技もやっぱ鍛える必要はありそうだな。ほい。崩しもね、結構ね、いいっていうのが分かったんで、崩すと、多分反撃されないですね。てか、後ろの赤ちゃんの絵がいいな。機嫌の極み。攻撃できんな。今のお気持ちをお聞かせください。今のお気持ち？そんなもんねえよ。すごい勢いでいきます。アレプ、ゴー！アレックスピック！もっと楽に勝つ方法はないのか。で、もうすでに150パン溜まってるから、使えるときに使う。いって、複数攻撃もね、できるやつが多分増えてきたんで。複数狙えるときは狙っていこうかなって言っても敵が全然いねえけど。チュンリー、いいぜ。ほら、あ、ここに宝箱あんのか。ついでだったな。あ、いた、こいつ。当たりだぜ。お前もテンション高えな。これはゾンビの首か。
もしかしてとは思ってたけど、ゾンビのザベル、ザベルザロックじゃないの？おい、まさかウイルスに感染していない別のゾンビなのか？おう、ミスティーク、そんなとこから見てたんですか？そうよ、俺様こそが。お、復活した。メタルの神と呼ばれた地獄のマイガーメントル、ゾンビザロック復活だぜ。いやー、もうテンション高いやつはやだ。ご覧ください、ムクムクと再生しました。ギャハハ、そうだよ、よく見ろ、究極ハイパーザベルとはいかねえがよ。ちょうどいい感じで力を取り込んだザベル様だぜ、ヒャッハー。この資料は敵なのか？前の戦いで冥王ジェダとやらに協力していたやつよ。しぶとく生きていたとはの。残念だな、今日も元気に死んでるぜ。まあそうか、ゾンビだもんな。ザベル、約束よ、見たことを教えてもらうわ。見えてねえもんを見てるわけねえだろうが、頭どうかしてんじゃねえのか？あ、やっぱり嘘ついてたんだ、私たちを騙したのね。主の方こそ、頭脳が間抜けじゃザベル、このメンツ相手にタダで済むと思っちょるんかい。ヤクザは舐められたらあかんのや、分かっとんのやろうな。クズがバラバラにしてやろう。もういい、死ね。やべ。おう、安心しましたです。アホポンなゾンビのチープな作戦でしたね。始末はそっちでつけてください。グッバイマイゾンビ。アホポンだ、見てはいねえが聞いてはいたんだぜ。どういうことですか？私、余計なことは言ってませんのです。言ってたよな、金の鎖が指し示す場所をサルベージするだっけか。オーシット、鎖が指し示す場所、目的は金の鎖そのものではないということか。鎖は何らかの位置を指していると考えるべきだろうな。なんてことなんですかね。私何も言ってない。あるよ、キャラクターが崩壊してんだけど。ざまあ見やがれ、このザベル様を見下してんじゃねえぞ、クソウサギ。とはいえここからどうするか、一人じゃ分が悪いぜ。お、パイロンだ。ふんふんふん、ここが魔次元か。なぜ人ならざる者のようだが、何やつか。パイロンか、どう見ても敵だけど知ってる人がいる？ああ、俺たちがいた異世界、アーティのいた世界に召喚された時出てきたやつだ。エイリアンだったわよね。今度の相手は宇宙人かよ、もう何でも来いってんだ。パイロン、昔世界の支配者だとか吹かしてた野郎か。ダークストーカーの一人か。あの時の私と今の私は違う。はぐれ者たちの島からどうやってここに？この次元はかつて冥王ジェダドーマがあらゆる世界を救済するために作り出した場所だ。それゆえにあらゆる道具に近い場所にあるのだよ。私の力を使えば道をつなぐことなど造作もない。だいぶ力も戻ってきたのでな。次元の歪曲を感知、何か来ます。コスモスすげえな。俺たちにはぐれ召喚獣。じゃあこことはぐれ者たちの島は一時的にだがつながったということだ。アティ姉さん、これってさ、帰るチャンスじゃない？今回の件が片付くまで帰れません。放っておいてはいけないことなんです。さすがだな先生、じゃあやるとするか。やべ、チュンリーかなり孤立してんぞ。こりゃチャンスだぜ。パイロン、てめえ世界の支配者協力してもやってもいいぜ。何？俺は前回ジェダと一緒にいたのさ。この魔次元のこともいろいろ知っててな。よかろう、私を利用するつもりらしいが、私もお前を利用させてもらう。ヒャッハー、いいぜそういう関係。ザベルってば、相変わらずああいうのうまいよね。どうであれ切り伏せる、それだけの話だ。私たちは金の鎖に手を出さなければ敵対はなっすんね、ミスターパイロン。それもいずれ私のものなのだよ、いずれな。ザベルの話から金の鎖については分かったことがあるな。重要な情報だ、確かめるためにもここは負けられん。おっと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 、ちょっとチュンリーやばい。ダンテを派遣するか、その間に宝箱を取ろう。構わんぜ、俺たちは。こいつ宝箱取って、いいだろう、
もう別に破壊しなくていいよね。ミッション開始。こいつをぶっ倒す。よし、みんな一丸となって敵を倒すんだ。ブロック持ちか。俺の武道受けてみろ。冒険。了解。ミッション開始だ。連艦隊。総攻撃だ。全部刺す。切り刻む。破壊を決める。チェスト。ジェットセイバー。これが私の答えだ。パワー全開。キャプテンヘルド。セイバー。切り刻む。ジェット決める。ノー。イレギュラーはどうして生まれるか。レベル11。わからん。こいつも開けよう。見つけました。変な紅茶。敵なんてクロスヒットします。こいつ硬そうだな。てかパワーめっちゃあんじゃん。19000、2万近くあったってことか。これは必殺技を投入する時だな。あークリティカルは出なかったか。威力高めてるだけあってすげえな。届くやついるか。いってカウンタクだった。ストライダー飛竜いけないか。こいつは機動力が低い。行かせてもらう。頑張りましょう。コスモスもだいぶ遅れんな。反撃しよう。これなんだ。すぐに応戦しましょう。チーフ排除するわ。車輪客少ないチャンスを生かさないとな。足を止める。排除するわ。回転受け止めだ。よし。結局はこいつに頼るわけか。パンチ地雷落ちろ。報告書が面倒な相手。おーこいつようやく10レベルか。勝てばいいのよ。イエス。攻撃開始。あー奥にも宝箱があるな。ここ結構宝箱がある。行って気絶した。ここで迎撃し様。人形のくせに。人形かどうか知らんけど。どんだけロケットランチャー持ってんだよ。そう、気絶するとダメージが増えるみたいなんですよね。その代わり殴ると気絶が解けるっていう。応戦しない。おわ来た。マジか。ちょっと完全防御しよう。余興はこれまでだ。パイルドヘル。パイルドヘル。これは前と同じか。技的には。来るね。踏み込みすぎじゃない。確かにちょっと突出してるな。ドラゴンウィング弾空脚貢献。後半息切れしちゃった。もっとスタミナつ。もうこいつも攻撃してくるか。 SP 結構使うな。合わせる。手を止めるな。次のターンで回復させるか。勝負だ。こいつで決める。あれこいつも結構ポイントあるパターンだな。こいつを逮捕するのか。あれなんだ。あそうか、普通の雑魚敵かと思ったら全然違った。めっちゃ減らされた。思わず反撃をした。そしてカウンターとかいうのが発動したぞ。どうしようかな。威力重視していこう。ほら、あーちょっと遅かったな。地面スレスレで必殺技。おお、いいね、超強い。
だぜ。ジャックポット決め失せろ。これね、一発分にしかならないからね、せめてさ2倍とかになってもらいたいんだけど。お、なんだ、またかよ。空間に歪曲反応、かなりの規模です。どこからかわかるかい、コスモス。パイロンの言った通り、この空間は他の場所とつながっているらしいな。おお、なんだこれは。なんじゃデミトリー、これも魔界の何かか。見たことはない。それに感じる力も異質のものだ。ザ・ワールドのフィールドにある魔法陣に似てる。敵が現れるあれかってことは、次はなんだよ。なんだこれ。お、炎くんがいる。なるほど、モンスターらしいモンスターが出てきたな。魔法陣のようなものに見覚えはないが、この妖魔たちは以前の事件で見たことがある。異世界の怪物か。これはマーベルランドにいるモンスターね。かつて魔王ゾーナが作り出した存在。マーベルランド、遊園地みたいだけど異世界の名前ですか。いいところよ、緑が豊かで。私には人間界の方が刺激的だけど。この魔次元はマーベルランドにも近いということか。ならばお出ましかもな、彼女が。すいません。ワルキューレの再臨。ここはまさか魔次元、こんなところに通じてしまうなんて。なるほど、この女か。ほう、こらまた別品やのを紹介してくれへんか。ほうほう、これが噂に聞くマーベルランドの天の使い、ワルキューレか。天の使い？デビルと逆みたいなもんか。まあ簡単に言えばそうじゃな。ワルキューレ、仕事熱心じゃのう。相変わらず栄光ある伝説の冒険をしとるようじゃな。シャオメイさん、それに見覚えのある方々が。これも腐れんってやつかもな。天使とは縁が切れんらしい。うん、久しぶりな気がするね、ワルキューレ。乙女の騎士か。キャプテンさんに飛竜さん、そうですね、長いことお会いしてなかった気がします。ワルキューレ、どうしてここに？後ろの魔法陣は何だ？異世界をつなぐ時空の門です。この門が様々な世界につながってしまっているのです。それを防ぐためか。ふん、ご苦労なことだ。そうです、そこには金の鎖が関係して。あ、おう、エンジェル、派手な登場ですね。金の鎖がどうかしましたか？ここにも鎖が？あなたは何者です？オーマのエージェントだ。今回の金の鎖の件、奴らが関係している。レイジさん、あなた方はそれを追っているのですね。成り行きでこうなってしまっている部分も多いけどね。私も他の世界を回るつもりでした。お供してもよろしいでしょうか？強い美人は大歓迎だ。よろしく頼むぜ。そうかな、俺あんまりね、強い美人とか、美人は美人でいいんだけど、強くなくていいっす別に。あ、やつ来たな。反撃できるやつ反撃してこう。反撃する。ゲージも貯めないといけないからな。これはもうストライダーたちの攻撃で倒せるだろう。援護はなしで。完全な信頼を置いてるからな、ストライダーチーム。さあ反撃反撃。クーマの忍びをな。オーケー。梅雨と消えるがいい。 SP がな、やっぱり足んないな。無双はできないっすね。ちょっとピンチの予感。こいつは、あ、弱いな。これでゲージを貯めて。あー、反撃できん。反撃できるときに反撃する。カメラはまだ回ってます。炎くん、なんなんだこいつ。これさ、格闘キャラだったらさ、確実にさ、熱いだろ。重火器使ってるやつは別に触るわけじゃないからさ、いいけど。よし、どうするかな。まずステータス以上回復させよう。アイテム、毒のやつもいるし、気絶のやつもいるし、封印されてるやつもいると。 OK で、あとはちょっと一回またレーンによってリンゴを送っとくか。
で、こっから SP 回復の全体 SP 回復が少ないけど、いちごキャンディーでも舐めとくか。で、こいつは、あれにしよう。複数攻撃にしよう。4体まで。なるべく4体入る感じがいいからな。これ?あのガイコスが入ってんのこれ。1、2、3体。ま、いいか。使おう。これは別にそのタイミングとかはなさそうだからな。いくつ当たるんだ。あ、防御の少ないやつは結構9000とか当たったな。あと雑魚敵を排除しつつまた複数攻撃を使っていくか。コスモス、この炎くんを倒そう。よし。終了。で、クリスが全体攻撃を持ってるはずだから、こいつはこっちに行こう。スペース。ブロック割りか。9600か。結構あるな。あれ、あっちに攻撃しちゃったのか。まあいい。で、クリスで複数技を使おう。こいつとこいつと。あれ ?3 体まで。最低2体。3体入らない?こいつとこいつ。まあいいや。あ、入ってるか。まだまだ来ない。まとめてこれを。そこにこれを打ち込めば。マット兵器も鍛えてった方がいいかな。そうすると、で、あとはこいつをぶっ倒す。5000か。まあ、うまくガードを削ればいけるかな。あ、あれで落っこってきちゃうんだ。ここ大変だ。よーし。オーケーオーケー。で、X で攻撃するか。こいつでいいや。ライジング。当たる。Z セイバー。これで決める。当たる。Z セイバー。これで決める。溜まるんだったらもう一回攻撃したいよな。ちょっとでも稼ぐ。どうせ攻撃するだけタダだし。よし。人は我を。ブロック持ちか。手加減はできない。トラミ崩し。焦点。立ち休み。ストレート抜き。裏に来た。一発中。奥義を受けてみろ。裏背後。次も勝つために。91%か。ちょっともう一人突っつく必要があるな。いけるか。いけるな。そして倒せるか。で、燃えろ燃えろ燃えろ。 1.2 倍くらいかな、クリティカルは。各攻撃の。よし。ストライダー飛竜、これでこいつを攻撃する。もちろん必殺技ありで。いいね、ブロックが速攻で外れる。ああ、ちょっと早かったかな。
お、でも大丈夫か。超圧マジ強いラグナロットが。ごめん。すべてを無に帰す時だ。まあでも1万は無理だな。5000くらいか。いてー、カウンターしてきた。あれこいつで最後だっけな。回復させたいんだけどな。おお、回復できない。こいつは雑魚的だから攻撃をしとくか。これはちょっとモーションが難しいな。バックブリーカーみたいなやつやるから。マジか、これやばい。ストライダーヒルやばいんじゃないか。おお、しかも誰かクリティカル食らってた。また、おお、気絶もした。少しアイテム買い足しておく必要があるな。だがこっちだって、あとパイロンがな、必殺技を使ってきそうだからな。80、まあ100必要だから。いって、こいつはもう瀕死だな。反撃で倒せんじゃん。さすがにそれは無理か。こちらから行かせてもらう。このウエント系がな、なかなかタイミング合わせづらいんだよな、クリティカルの。おお、とくった。まあこんなもんだろうな。やっぱ体があるのはいいことだぜ。余計なやつを復活させたようだな。情報を教えてやったんだ、おあいこだぜ。さあ次は力だ。前回みたいにはならないぜ、ヒャッハー。厄介なゾンビを野に放してしまったか。責任を持って片付けないといけないようね。よし、ちょっとまずは状態上毒、気絶系封印もされてんのか。で、アップルグミでちょっと。1。こいつの回復、こいつ、こいつ、こいつと。これだと 10% のやつを使えばとりあえずなんとかなるでしょ。アイテムがだいぶ役に立つな。で、行くぞ。こいつは後ろから行きたいな。横これ。これが正面か。なるほど、そういうことか。これが横だな。まあブロックはあるから。結構かってな。なるべく崩したいな。強えな。一回の攻撃が強い。あ、倒せるか。1327。うわ、ちょっと残りそう。600とかで。600っていうか、一発しか入んねえし。クイックシルバー。うおー、これで反撃か。あれ今反撃の反撃が入んなかった。
反撃では死なないんだ、人々1って、まあ、まずは宝箱を回収しよう。あれ回収できねえ、こうか。証拠品ね、奇妙なコーヒーで、ま、君には死んでもらおう。うん、頑張ってガードしているようだが無駄だ。君は女性に踏み潰されて死ぬのだよ。あ、そうだ、12レベルはなんか覚えるんだ。しくじったか、このマジゲンを抑えたかったか。これ以上世界を荒らすのは許しませんよ。この空間は封鎖されております。封鎖させてもらいます。悪用はさせません。まあいい、他に興味深いものを見つけたのでな。ふふふ、さらばだ。何のことだ。金の鎖でしょうね。確かに面白そうだとは思うけど、変に絡んでこられると面倒じゃの、鎖だけに。あとはこの宝箱を誰で取りに行くか。シースがまだ若干ヒットポイントは残ってるな。行かせてもらう。まず雑魚敵を倒して、ゲージを貯めよう。あんまりたまんなかったな。75で、こいつもぶん殴れば。スペースリポーターみんな行くわよ。アレックス、アルタードビースト燃えます。ソロ攻撃大成功です。鳴らします。知らないの方。こいつめっちゃたまるな、攻撃すると。そういう技がついてたような気もすんな、今思うと。で、3マス3マスで両方いけねえし、こっちに。じゃあこっちで倒すか。切る、ただそれだけだ。当てる、遠距離から詰めていくぞ。もらった、行け。5000手いけるかな。蹴り抜く、トライ、これで終わりだ。よく眠りなよ。ふざけ散れ。終わったな。まだ10レベルだからな。なるべくバイオ組に経験値を分け与えなくては。おお、これはたまらんです。戦術的エスケープね、ジーザース。よし、ここでキングサリを抑えるぞ。何か分かればいいが。ノンノン、スウィートなんですよね。なんじゃと、わしが甘いのは自分にだけじゃ。なんだそりゃ。こういうことなんです。あ、スウィートって甘いって言ったのか。結局封印は解かれた。ご覧ください、鎖が消えました。シスさん、どういうことなんでしょうか。時間をかけすぎなんです。ゾンビの首なんてほっとけばよかったのにね。では See you, I'll be back。 結局金の鎖は消されちまったか。何かを回収しているということは分かった。それが何なのかということが問題だな。そもそも鎖はどこから来ている。その何かを指し示す存在がいるはずだ。ああ、焦点はそこだ。やはりどこかで先手を取らなければな。ストライダーヒル、君の機動力ならいける。そしてこいつもぶっ倒す。サクサク行くよ。ギルちゃん、先行くで。待って、これ後ろだ。よっ、最後はこれで決めるよ。倒すか。プロボロス発動。終わり、梅雨と消えるがいい。まあ、まだ経験値はもらえるから。で、あとはちょっとまたあの宝箱を回収したいんで、よし、スーパーマント、なんかすげえな。多分装備系だな。
装備系はね、取っときたいですからね、後ろから狙おう。終わりだ。思ったほどじゃなかった。ステージクリア。オーマを追うべきだが、これからどうする？一度渋谷に向かうべきだろう。金の鎖の規模が最も大きかったのがあの町だ。そうなの？ということはこの間次元から魔界へ抜けて、魔界からカムロ町、そして渋谷というルートか。結構長えな。路線調べてるみたいだけど、なんだかスケール大きいね。うん、そのルートに異論はないが、この魔次元はこのまま放置プレイなのかの？この不安定な空間は私が封印を施しておきます。次元の門を悪用されるわけにもいきません。それにこの場所は事件が解決したら再び訪れることになるでしょうから。再び？なぜだ。はぐれ者たちの島とつながっているのなら私は帰れますし、バージルさんもですよね。ああ、旅はいつかは終わる。その時のことを考えておかなくてはな。ひとまずは魔界じゃな。ちょっと待って、まずは取り戻したいのよね、龍騎1号。人数も増えたことだし。ああ、いつの間にかすごい人数だ。いつ行動に支障が出てもおかしくない。さすがにこれ以上は増えないだろうが、ゾロゾロと動くわけにもな。いや、まだ増えんだろ。あの巨大な車は、そうか、今はザ・ワールドのリビジョン2にあるのか。サイバースペースに行くとなると、それなりの設備がいるな。前に電脳空間にいた時は、シルフィーに依頼をしました。シルフィー？誰のことだ？移動ショップの個人経営者よ。呼べないかしら？ここが様々な次元と通じているというなら、シルフィーの店は来れるかもしれない。連絡する手段はあんのか？よし、緊急用のビーコンは出しておいた。彼女が気づいてくれればいいんだわ。なんか餌とか用意した方がいいんじゃない？おい、もし来たらわしの秘蔵映像データをやるぞ、デュフフ。うわ、なんか見たいような絶対見たくないような。おお、来た。ん？建築物が出現した？ショップと書いてあるが、もしかしてこれが。そう、シルフィーの店よ、レオン。皆様、しばらくぶりでございます。私はシルフィー、この店の主人です。なるほど、こいつはなかなかの美人商店主じゃないか。嫌でございます、お客様。本当のことを申されましても、お値引きはいたしませんよ。大丈夫かよ、この姉ちゃん。シルフィー、ビーコンに気づいたか？それはもう、お客様のためならば、このシルフィー、たとえ火の中、水の中、コスモス様をこちらに引き渡していただけるという話だったでしょうか。してませんけど、そんな話。ともかく、来てくれて助かったで。頼みたいことがあるんや。金次第。おい、聞いているのか、シルフィー。何か重要な一言を待っているものと思われます。買い物をしていきます。はい、ご用件は何でございましょう。団体様、ご案内いたします。これ全員ショップに入れねえだろ、この人数。観光地のぎゅうぎゅう詰めのお土産屋さんみたいになるぞ。なんか買い物するか。サンドイッチが売ってる。たっけ！ 1万5000円。ぼったくりだ、このサンドイッチ。ヒットポイント 70% 回復か。すげえな。これで一気に全回復できんな。これすげえ。ヒットポイント SP70% 全体。これだったらさ、3000円高くてもさ、こっちの方がよくね？ぼったくりサンドイッチ買うよりは。救済者のコート。はぁ、あ、はぁはぁ。SP 吸収か。結構いいな。あ、スーパーマントさっき手に入れたのがあんじゃん。毒無効。なるほどね。とりあえずアイテムは、サンドイッチ1個持っとこう。緊急用に。これ1個持ってたんだ。エリキシール錠 S。救済者のコートも1個買っとくか。OK。買い物してあげたぞ。当店をよろしくお願いいたします。で、あとは、ワルキューレが仲間になったので、まあ、ワルキューレはね、ファミコン、やってはないですけど、まあ、ちょこちょこいろんなものに出てきてたんで、乙女の騎士とも呼ばれています。まあ、物語はただ分かんないですね。サンドラの大冒険だっけな、あれはね、やった気がしますね。なんか超むずかった。多分最後までクリアしてないですね。最終面あたりまで行ったけど、クリアできなくて結局諦めたっていう、あの変なサボテンみたいなやつですね。というところで、じゃあ第13話、これで終了したいと思います。